アメリカマナティは、哺乳孔海牛目マナティーかマナティー族に分類される、哺乳類。最大体長390センチメートル。最大体重1500キログラム。体色は、肺褐色。前肢には3から4本の爪がある。出産直後の幼獣は、全長約120センチメートル。頭骨の形態から2足に分ける説もあるが、外部形態では、異がない。 アシュの有効性を疑う説もある。河川の下流域、川口、沿岸などに生息する。淡水域と海水域を回遊し、少なくとも、淡水域では永住できる。親子以外で群れを形成しないが、繁殖期に、オスが、メスの周囲に、陶器に暖かい場所に集まることもある。少なくとも、アシュフロリダマナティは陶器になると、越冬のため南方へ回遊する。 植生は植物食で海藻や水生植物を食べるが水辺にある陸生植物や海藻を食べることもある。繁殖形態は体制。繁殖期になるとオスは行動範囲が広くなり1頭のメスに対して5から17頭のオスが集まり互いに争いながら交尾を迫る。妊娠期間は12から13ヶ月。1回に1頭の幼獣を産む。 生後6から10年で生成熟する。寿命は約50年以上と考えられている。少なくともアシュフロリダマナティは陶器に水温の高い場所を求めて発電所の排水に群がることもある。生息地では食用とされることもある。先住民に食用とされていたが、17世紀以降は入植者や航海者の間でも食用とされた。 食用の乱獲、漁業による、混獲、モーターボートによる、交通事故などにより、生息数は減少している。法的に保護の対象とされ捕獲や、流通の禁止などの対策が進められているが、密漁されることもある。フロリダ州では1892年に、州法で保護の対象とされ、調査や管理、分布や移動情報を CD ロムにて配布するなどの、 啓蒙活動、1979年に州法でボートの速度を規制する地域を指定するなどの保護対策が進められている。フロリダ州での1970年代初期における生息数は1000頭、1996年における生息数は3000頭と推定されている。ありがとうございます。